プリゴジンの所有機と思われるプライベートジェットがベラルーシに到着。おそらくプリゴジンは、ベラルーシの首都ミンスクのホテルに滞在している可能性があるものの、所在不明。このままベラルーシに亡命する可能性あり。まさかロシアウクライナ戦争でプーチンの次に知名度を上げた男が、こんな顛末をたどることになるとは、反乱もすぐに終えちゃって、しかも反乱を起こした目的であるショイグ国防相とか、ゲラシモフ参謀総長の更迭とかも行われなかったし、一体彼の目的は何だったのかしらね。結局その目的については、よくわからない部分が多いな。まあこの反乱騒動の結果、彼はロシア国内における名声と権力を全て手放すことになってしまった。その気づいた資産の行方すらもよくわからないわけだが、ロシア国内でもプーチンの懐刀として、数々の犯罪行為に手を染めてきた人物の末路としては、なんともあっけない幕切れのように感じるぜ。なんというか、まさにマフィア映画に出てくるボスって感じよね。ということで今回は、ロシア傭兵集団の大ボスプリゴジンの栄光と転落の人生と題し、彼がどうやってロシア国内で傭兵集団を組織するに至り、なぜプーチンの信頼を得ることができたのか、そこからなぜ今回のような反乱騒ぎの末の権力喪失という末路に至ってしまったのかについてまとめてみよう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などがあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。まず、プリゴジンの生い立ちから、栄光と暗黒街道の原点に至るまでを紹介しよう。彼の本名はエフゲニー・ビクトロビチ・プリゴジン。1961年6月、当時のソ連におけるレニングラード、今のサンクトペテルブルグで彼は生まれた。だが彼の父親は早くに亡くなってしまったため、決して順風満帆な幼少期を送っていたわけではなかったようだ。母親は地元の病院で懸命に働き、幼少期のプリゴジンと病気の祖母を養っていた。経済的に恵まれた環境に生まれたとは言えず、女で一つで育てられたのね。そんなプリゴジンの学生時代の将来の夢は、プロスキーヤーになることだったようだ。プリゴジンはその夢を叶えるために、名門の陸上競技寄宿学校に通い、1977年にここを卒業する。だが彼はプロスキーヤーへの道に進むのを挫折した。ここから彼は犯罪行為に手を染めていくことになる。1979年11月、18歳になったプリゴジンは窃盗容疑で捕まり、執行猶予付きの判決を受ける。2年後の1981年には、再び窃盗や強盗、詐欺、売春容疑で懲役12年の判決を受けることになったんだ。あらら、席を切ったかのように、一気に犯罪者街道まっしぐらね。何かきっかけがあったのかしら。プリゴジン個人の事情以外にも、この頃のソ連が凋落に向かっていたというのも背景にあるだろうな。ソ連は1960年代までは、第二次世界大戦の戦勝国として経済成長率も高い数値を維持していたものの、国力を超えるほどの度が過ぎた軍拡、官僚主義が蔓延したことによる上層部での汚職問題の多発により、国民の生活は貧しくなりつつあったんだ。結果、1980年代のソ連はすでに食料や燃料、生活必需品の配給が滞るようになっており、西側諸国が豊かな生活を送っているのに対し、自国が貧しいことについて、国民はソ連政府に不信感を抱き始めているような時期だった。当時の情勢的に、貧しさと不満という爆発要因が社会全体にくすぶっていたわけね。プリゴジンは多くの犯罪の結果、9年間を刑務所で過ごすことになった。彼が釈放されたのは1990年、ちょうど東側諸国がどんどんソ連から離れ、ソ連崩壊の機運が最高潮に高まっている時期だった。当然、この時期のソ連社会は、彼が捕まった当初よりも極めて不安定なものになっていた。彼は9年の後に刑務所から出所後、自分のビジネスを立ち上げることに。彼が最初に手をつけたのは、ホットドッグの屋台だったようだ。母親やギフと共に、彼は屋台で働き始めるようになったんだ。ほう、ホットドッグ屋って、随分素朴。これだけ聞くと、出所してしっかり更生したように思えるけど、ただこの情報はプリゴジンの口から語られたものらしく、実は彼のキャリアを包み隠すものだという話だ。彼はホットドッグの屋台以外にも、様々なビジネスに手をつけていったのが事実なんだが、その中でも大成功を収めた事業が一つあったんだ。闇カジノだぜ。おお、ここに来てとうとう今のプリゴジンの片鱗が現れてきましたね。どんなツテだったかは不明だが、サンクトペテルブルグの闇カジノのオーナーと彼はツテがあったようで、この闇カジノのゼネラルマネージャーとして勤務することになった。
そしてこの時サンクトペテルブルグの副市長だったのが、今のロシア大統領ウラジーミル・プーチンその人だった。しかもプーチンは当時副市長として、闇カジノ撲滅委員会の委員長という立場にあったにもかかわらず、プリゴジンらが運営していた闇カジノを取り締まることはなかった。理由は簡単。闇カジノを見逃すことで、プーチンも利権を得ていたからだ。はい。この時点ですでにプーチンとプリゴジンの間では、持ちつ持たれつの共犯関係が出来上がっていたのね。こうしてプーチンとプリゴジンに接点が生まれることになった。彼らは崩壊して生まれ変わろうとする混沌のソ連において、自分たちの成功を収めるべく、互いに協力関係を築くようになったというわけだな。ここからプーチンとプリゴジンの連携が始まる。闇カジノで成功を収めたプリゴジンは、さらに事業を広げていくことになった。彼は経営者としての手腕に関しては優れていたのかもしれないな。裏のコネクションを利用したりしていたんでしょうけど、そうした手口も含めてやっぱり優秀だったのかしら。そんな彼が新たに成功させたビジネスの一つに、レストラン事業がある。彼は1995年、すでにソ連が崩壊し、国家がロシアに変わっていた頃、サンクトペテルブルグに自分のレストランであるオールドカスタムズハウスを開店した。さらに2年後には、同市内にニューアイランドというレストランをオープンさせている。このニューアイランドというレストランは、パリのセーヌ川沿いにあるレストランから、インスピレーションを受けたと思われる、水上に浮かぶ高級レストランだ。船を買い取り内装をレストランのものにして、水上で食事をとるという、いわゆるクルージングレストランのような感じだな。水上レストラン、随分とおしゃれな店を経営していたのね。生い立ちから考えると、この時点でプリゴジンは成り上がりに十分成功していると言えるわね。それどころかこのレストランは彼のキャリア形成において重要な役割を果たしているんだ。なぜならプーチンをはじめとした政治家たちが、このプリゴジンのレストランを多用するようになったからだ。その理由は第一に、水上レストランという特性上、秘匿性が高かったことだ。政治家たちは外部に漏れたくない情報のやり取りをこのレストランで行うことが多かったわけだ。第二に、オーナーであるプリゴジンが自ら求人に立ったことだ。外部に漏れたくない情報を話すことの多いロシアの政治家たちからしたら、もし情報を漏らす者がいるとすれば求事係の可能性が高く、注意と警戒が必要だ。まさにこの心理を把握していたプリゴジンは、プーチンら重要な政治家の会食の際には、必ず自分が求事係になったんだ。実際に2002年、すでに大統領となっていたプーチンがアメリカのブッシュ大統領を国内に招いた時には、この水上レストランで会食を行っているし、この時プーチン大統領のそばで配膳ほか指示を受けていたのが、まさにプリゴジンだった。へぇ、国のトップ同士が会食を行う会場に選ばれ、給仕も任されているだけでも、プリゴジンがどれほどプーチンに信頼され重用されていたのかわかるわね。このように重要な会食の際には、必ずプリゴジンがプーチンのそばにいたわけだ。プーチンとプリゴジンは、闇カジノの経営者とサンクトペテルブルグの副市長であった時よりも、さらにその距離を近づけることとなり、蜜月の関係になっていった。こうしてプリゴジンはプーチンの料理人とまで呼ばれるようになっていったわけだぜ。料理人とだけ聞くとただの専属料理人に思えるけど、その実態は全くの別物で、もはや裏の戦友よね。また2003年にプリゴジンは、新たなレストラン会社としてコンコードケータリングという会社を創業している。名前の通り、この会社はフードケータリングサービスを手掛ける会社だったが、創業後間もなくして、この会社は膨大な数の政府関連の契約を受注することに成功している。そこには政府関係者の重要な会食であったり、学校の給食事業も含まれていた。これはおそらくプーチン大統領のつてが大きかったことだろう。結果としてプリゴジンは、外食事業、給食事業、ケータリングサービス事業など、食事に関わる事業では、ロシア政府に最も近い存在となっていったんだ。改めて考えるとすごい発想よね。レストランの経営と給仕を取っかかりに、政治家とのコネを確立するなんて、闇カジノ時代にはすでにこうした構想が出来上がっていたのかしら。さらに、この食事に関する事業が軍隊と結びついたのは2012年、ロシア軍との契約が成立した時だ。プリゴジンの会社は、ロシア軍の食事供給という、12億ドル規模の契約を受注することに成功したんだ。ここに来てさらに、食事を武器に軍事産業に関わるようになるっていうのも、なるほどって感心するわ。この時点で、彼はもはやロシアを代表する大実業家となっていた。彼はサンクトペテルブルグに豪邸を建設しており、敷地内にはヘリコプターの着陸地点もあったという話だ。高級クルーザーも所有していたし、プライベートジェットも所有していた。わかりやすく映画を満喫していますね。とはいえ当時のプリゴジンのキャリアも肩書きも、あくまで経営者だった。ところが2014年に入って、
ロシアの情勢が大きく変化する問題が発生したんだ。2014年、クリミア危機とドンバス戦争だ。これは今となっては、ウクライナとロシアの対立によって発生したものと判明しているが、当時はロシアもウクライナに手を出すことができず、公式に軍隊をウクライナに送り込むこともなかった。このような状況下で、公式の存在ではない軍隊がプーチンに求められることになったわけだ。ドンバス戦争のために設立された非公式の軍隊こそ、現在のワグナーグループに他ならない。後にロシア国内の数々の軍事的事業に従事する、民間警備会社の誕生ということだぜ。なるほど、これまでプーチンを中心とした政治家との関係は深かったものの、まだ外食産業の大実業家にとどまるプリゴジンが、国際情勢の変化によってとうとう軍事産業に参入すると、2014年、ウクライナにおける親ロシア派勢力の軍事的援助を目的として、民間警備組織ワグナーグループは設立されることになった。この組織を警備組織と呼称しているのは、実際表向きには警備組織だからだ。ロシアの法律では、公式の軍隊ではない傭兵の存在は認められていないため、表向きは警備会社として活動を行いつつ、裏ではがっつり軍事活動を行うというわけだ。こんな明らかな抜け道を見て見ぬふりされているのも、ワグナーが後にプーチンの私兵と呼ばれるゆえんよね。実際、ワグナーのトップがプーチンと親交が深いプリゴジンに任されていることからもズブズブだと。だが、当然軍事に関してプリゴジンは全く経験がなく、傭兵部隊を組織することは彼だけではできなかった。そこで共同設立者としてワグナーグループの創設に関わったのが、元 GRU 将校のドミトリー・ウトキンだ。ドミトリー・ウトキンは、ロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団、さらにそこからロシア連邦軍参謀本部情報総局 GRU の特殊部隊の中佐という経歴を経た、バリバリの極右思想を持つ軍人だ。チェチェン紛争やシリア内戦にも関与した歴戦の軍人で、ワグナーグループの軍事組織化は彼の役割だった。つまり、傭兵集団ワグナーグループの司令官がドミトリー・ウトキンであり、経営者でありこの組織のオーナーとなったのがプリゴジンということだな。まあ、プリゴジンはレストラン経営者時代から、運営と接客、暗躍に優れていたんでしょうし、妥当よね。優秀な司令官も得て、これでトップ層は決まったけど、問題はその下で戦うことになる兵士集めよね。その点ワグナーは、退役軍人たちにとっては魅力的な組織だったんだ。平均月収が8万円程度のロシア国内において、ワグナーグループの兵士の月給はおよそ30万円ほどにもなる。さらに指揮官ともなれば、そこから給与はおよそ3倍にもなる。このように、年収換算で1000万円ほどの破格の給与をもらえる組織であったために、多くの退役軍人たちがワグナーグループに参加したわけだ。つい最近、プーチン大統領はワグナーグループには年間1400億円もの費用を費やしていたと発表している。1400億、すごい数字だよな。このような莫大な金額からも、ワグナーの兵士たちが高給取りだったということがよくわかる。こうして、ワグナーの戦闘員は基本的にロシアの退役軍人から募集された。しかも退役軍人たちは、当然戦闘に関する十分な経験を積んでいるということもあり、2014年に組織を設立してすぐ、ドンバス戦争で親ロシア派勢力の軍事的援助を行っている。ワグナーの設立目的からして即戦力を集めたかったはずだし、大金で釣るというのも理にかなっているかも。ただし、この組織の目的は対ウクライナとの戦争にとどまるものではなかった。続く2015年には、シリアに派遣されることになったんだ。ワグナーの兵士たちがシリアに派遣された目的は、シリア内戦においてアサド政権を支持するためだった。公式に正規軍を派遣して内戦に関わらせることが難しかったロシア政府は、非正規のワグナーグループを送り出すことで、シリアを支援することにしたわけだ。裏の軍事任務を任せられる組織として、早速便利に運用されまくっているわね。さらに2019年頃からは、アフリカへの軍事支援にも積極的に関与していくことになった。アフリカ諸国の軍隊は、これまで主にフランスを中心に西側諸国の支援を受けていたんだが、アフリカ各地で相次ぐ紛争が収まる様子がなかったこともあって、アフリカの人々の多くは、フランスなど西側諸国に愛想を尽かしてしまい、ロシアと手を結ぶようになっていったんだ。アフリカの紛争が一向に収まらないのは、アフリカの人々の部族間のトラブル、特に部族内で利益を独占するという価値観が払拭できていないことに起因しているんだが、そもそもそのような部族間の対立の要因の一つに、冷戦までの西側諸国によるアフリカの植民地化、そして彼らがアフリカの土地に、自分たちの都合のいいように国境線を引いたことにある。しかもその国境線は、本来のアフリカの各部族たちの分布を考慮したものではなかった。このような歴史的背景も、アフリカの人々が西側諸国を嫌うには十分な理由となっていたわけだな。歴史の闇の部分ですね。アフリカの人にとっては、もはやロシアの方が信用できると、
結果、アフリカ諸国がロシアに軍事的援助を求めることとなり、シリアと同じように、ワグナーグループがアフリカに派遣されることになったんだぜ。ワグナーグループはアフリカ各国の政府軍に軍事的援助を与える見返りとして、アフリカの金鉱山などの権益を得ることができた。また、ワグナーグループによる協力の結果、アフリカにロシア軍の軍事基地を建設する契約を結んだりもできた。総じてロシアがアフリカにも影響力を伸ばす上で、ワグナーグループはあまりにも重要な存在となり、プリゴジンもワグナーグループから莫大な利益を得ることに成功していたということだ。レストランで給仕をしながら裏で利益を得るっていうかつてのプリゴジンのやり口が、その舞台を政治家同士の会食から国家間の戦争にまで規模が拡大したって言えるかもしれないわね。料理の代わりに兵士と武器が提供されているわけだけど、こうして積極的に他国の内戦や紛争に介入していくことでワグナーグループは肥大化していった。そして2022年2月、ロシアがウクライナに軍事侵攻を始まった。ワグナーグループもこの戦争に参加することになったのは、当然といえば当然だったわけだ。まさにここからが、これまで映画を誇ったプリゴジンの終わりの始まりですね。ロシアウクライナ戦争が2022年2月24日に始まると、ワグナーグループも早速この戦争に関与した。まず代表的なのが、ゼレンスキー大統領の暗殺作戦だ。いきなり本丸を狙うと、非公式の傭兵集団らしいといえばらしいわ。戦争開始直後、ワグナーのドミトリー・ウトキン司令官が率いる400人のワグナーの精鋭部隊が、ウクライナの首都キーウに派遣されたことが知られているな。ただし、ゼレンスキー大統領の暗殺計画は失敗に終わった。それどころかキーウの制圧にも失敗したロシア軍は、2022年4月にはキーウからの撤退を始めたのは承知の通り、このように敵のトップ暗殺という大役を担ったものの、この頃はワグナーグループも公に知られた存在ではなく、プリゴジン自身も今のように自分の主張を SNS 上で公開するようなこともなかった。彼らは戦争の開始当初はまだ、あくまで影の存在として暗躍していたはずだったんだ。そもそも非公式傭兵集団だからこそ使い勝手が良かったのに、公になったら元も子もないでしょうし、状況が変化したのは2022年8月だ。この頃、ウクライナ軍はハイマースなどを使用して、ヘルソン州のロシア軍の兵站拠点を砲撃、ロシア軍の劣勢が伝えられるようになっていた。そしてロシア軍の劣勢が伝えられるようになると、ワグナーグループはもはや身を隠すこともなく、ロシアの各地で兵員の募集を開始するようになったんだ。まあ、もはや裏の組織を隠して運用していられるほどの余裕がなくなったというのが実情かしらね。2022年9月には、ワグナーなんて組織は存在しないし、その組織との関係があるはずもないと、これまで主張を続けてきたはずのプリゴジンが、自らがワグナーグループのオーナーであることをついに認めた。しかも彼はこの声明とともに、ワグナーグループが2014年のドンバス戦争でも重要な役割を果たしたこと、シリアやアフリカでも軍事的に重要な任務を果たしてきたと語ったんだぜ。そのようなワグナーグループの動きは、西側諸国の調査によって知られていたが、疑惑を認めたという形だ。そんなパフォーマンスを聞くと、ワグナーの発覚はプリゴジンが目立ちたかっただけとも思えてきますね。特に彼の主張が過激になったのは2022年10月1日、ウクライナ北東部の要衝リマンが、ウクライナ軍によって奪還された時だ。リマンにはロシア軍の特殊部隊や空挺部隊のほか、ワグナーグループの部隊も存在していた。そんな中ゲラシモフ参謀総長や、当時の中央軍管区司令官だったラピン大将の意向で、リマンのロシア軍部隊には死守が厳命されていた。だがその結果的にウクライナ軍の包囲攻撃によって、ワグナーグループも多くの戦死者を出すことになった。この結果に対し、プリゴジンは怒り爆発。正規軍の司令官たちに批判的になっていくぜ。これまで特殊な立場だったプリゴジンからしたら、軍部中枢の指揮系統に従う必要はないって思ったとか？事実、この事件以降、プリゴジンはロシア軍の司令官ら上層部を無能だと批判的な発言をすることが多くなった。まあ、この意図が本当に純粋にワグナーの兵士たちの戦死を怒っていたのか、それともロシア軍における自分の発言力を高めるためだったのかは不明なところだが、10月に入ってからプリゴジンは、主にバフムートを攻略するワグナーグループの部隊のトップとして、戦争に関して積極的に発言することが多くなったんだ。この積極的な発言におけるプリゴジンの真意に関しては、結局のところ本人のみぞ知るってところよね。どうも兵士を心配するような人物には思えないけど、影響力が次第に高まるプリゴジンとワグナーグループに、さらに一応の追い風もあった。2022年10月から2023年1月にかけて、本来ならロシア正規軍が持つべき T-80 などの強力な戦車、T-90M などの近代的なロシア戦車がワグナーグループに渡されているんだ。これは状況を打開できないロシア正規軍に対し、ワグナーグループが状況を打開できるのなら、それでも構わないというプーチンの賭けでもあったことだろう。
しかし、その期待は満たされることはなかった。2023年1月に入って、結局ワグナーグループも決定的な戦果を出せていなかったことから、結局指揮の主導権はロシア正規軍に戻ることになり、新しく総司令官となったゲラシモフ参謀総長によって、ついにワグナーグループは前線から排除される動きが出始めたんだ。この頃はまさに、軍部トップの人事異動や、内外ともに評判が悪いワグナーの扱いに困ることなどが重なって、ロシア軍内部での勢力争いが特に表面化していた印象があるわね。結果、とうとうプリゴジン排除の動きも出てきたわけね。ワグナーグループは、確かにロシア軍内ではかなり戦果を出している方ではあったが、それ以上にプリゴジンによる国防省への批判的な態度が目についたことが、排除の理由だったようだ。ロシア政府としても、政権や上層部の指示に対して批判的な人物を残すわけにはいかず、ロシア軍を統合したいゲラシモフ参謀総長にとっても、言うことを聞かないワグナーグループは、もはや目の上の炭鉱部になっていたわけだ。それでも2023年1月から3月にかけて、ワグナーグループはバフムートで攻勢を続けていたが、結局プリゴジンの発言は、より批判的なものになるばかりだったんだ。そのため4月に入ってからは、バフムートの前線からも排除される動きが進みつつあった。ワグナーグループの兵士は、悪評もあるけど一応は優秀で貴重な戦力なのに対し、トップのプリゴジンは、どう超えて出しゃばりすぎるようになってきた感じね。つまり彼が自分の長い人生の中で築き上げてきた権力は、彼自身の発言によって崩壊しつつあったわけだ。もしかしたら批判的な言動によって、ロシア正規軍の役職を得ることができるとでも考えたのかもしれないな。あるいは、自分の権益を失うことを恐れたのだろうか。この真意もまた本人の溝知るところだ。こうして2023年6月24日、プリゴジンはロシア国防省に対する反乱の声明を発表。ロストフ州の州都ロストフなどヌーを占領すると、そのままロストフ州全土を抑え、モスクワへの進軍を開始したというのが最近の動向だった。プリゴジン排除の動きが出始めた時から、戦況が芳しくないこともあって、もしかしたらこんな反乱もあり得るかもとは思っていたけど、起きてしまえばやっぱり急で驚いたわね。さらにプリゴジンは、プーチンの首をすげ替えて新たな大統領を迎える必要があるとまで発言し、完全に国家反逆罪に問われるようなこともしでかしていた。もしかしたら、この時はプリゴジンも本当にモスクワを制圧できると思っていたと考えられる。パフォーマンスや何らかのシナリオ通りの行動にしては、発言が過激すぎるものね。ロシア正規軍のヘリとか撃墜してるし。ところが6月26日に入って、プリゴジンは反乱を中止することを発表、モスクワに進軍させていた兵士たちを帰還させたんだ。急転直下というか、拍子抜けというか、この反乱中止の理由については、ベラルーシのルカシェンコ大統領が仲裁に入ったという話があるが、これは表向きな理由だろうな。反乱を即座にやめた理由として第一に考えられるのは、プリゴジンを含めて、ワグナーグループの家族たちにも危害が及ぶだろうとロシア政府が警告を行ったことが大きいだろう。兵士たちも家族を人質に取られたことで、反乱を続ける意欲を失ったのかもしれない。第二に考えられるのは、モスクワ周辺の軍隊がワグナーグループの味方にならなかったという可能性だ。ワグナーグループはロシアの国境警備隊や警察組織を簡単に打倒できるほどの軍事力は持っていたものの、それでもロシア正規軍を全て撃退できるような戦力ではない。モスクワにどれだけの戦力があったのかは不明だが、モスクワを攻めるというタイミングで、モスクワの軍隊が反乱に加わることが、プリゴジンの計画に含まれていた可能性がある。というかそうでもなければ、さすがにモスクワ攻略は難しいからだ。このあたりは、プリゴジンの反乱声明もかなり急な話だったこともあるし、モスクワに進撃すればモスクワ軍隊も離反するだろうというかなり楽観的な憶測があったと感じざるを得ない。プリゴジン自身は反乱の意図はなく、あくまで異議申し立てだったと後に釈明しているけど、持ち出した戦力とかも考えると、これもどこまで信じていいのかわからないしね。いずれにせよ、プリゴジンは反乱に失敗したのは事実だ。本来であれば国家反逆罪に問われ、即刻死刑になってもおかしくはないはずだが、おそらく何らかの情報があったのだろう。プリゴジンはベラルーシに亡命することで、この件は手打ちとなった。こうして彼は今までに築いてきたロシア国内におけるほとんど全ての権益を失うことになったわけだぜ。勢力争いで追い詰められた末に反乱を企てたけど鎮圧された、とかならまだわかるけど、今回の急な反乱中止と亡命っていうのは尻切れトンボで、なんとなく消化不良よね。でもまあ、反乱が本格化して、首都で大量の流血騒ぎにならなかったというのはロシアには幸いだったわよね。でも、今後のプリゴジンやワグナーがどうなるのかは気になるところね。反乱中止後のプリゴジンの行動については、あまりわかっていない。
だが、果たして彼はこのまま無事に余生を過ごせるのだろうかというのが正直な疑問だ。というのも、ロシア政府は暗殺を専門とする特殊警察のような組織を持っていると伝えられており、これまでもロシア国内、あるいは外国に逃げた敵対的な人物たち、さらにはロシアの有力者や大富豪たちを暗殺してきたという疑惑は大きい。もちろんこのような暗殺の話は証拠がなく、すべての事例は不審死として取り扱われているものの、正直今回のような騒動を起こしたプリゴジンも、このまま平穏に暮らせる気が正直しないところだ。さすがにこの後プリゴジンがすぐに不審死したら、裏切り者の粛清としか思えないけどね。でも、個人的には今後のベラルーシの動向が注目よね。これまでもいろいろベラルーシは不穏さや外交上の巧みさが語られることはあったけど、今回は特に大きく動いたし、それこそプリゴジンやワグナーグループの今後に関して、ベラルーシの動向は外すことができないだろう。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていくので、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。